ついにコラボの日程が決定しました。はい、どうも、ヨシキンでーす。いやー、ついにね、もう久々ですよ。久々のコラボの、ね、コラボ動画の配信日が決定しました。まあ今回ね、動画って言いましたけど、ライブです。初めてじゃないかな、コラボのライブって。何が起こるかわかんないですよ。ね。今までやったことないよな。コラボは何回かあるけど、コラボのライブは、しかもですよ、今回は、ズームとかさ、ディスコードとかじゃないから。実際に対面しての、ね、ライブなんでね、やばいです。で、まあ、その相手っていうのが、なんと、月下光さんです。ね、もうご存知の方いらっしゃると思いますけど、月下光さんとのライブ配信がね、決定いたしました。ね。そして、その日程ですよ。日程が、なんと、明日です。明日です。ね。まあ、ギリギリまでね、ね、発表しないでおこうっていう話をしてたんで、まあ、前日ですよ。ね。オンラインサロンのメンバーに伝えたのも、昨日ですからね。昨日ですから。まあ、軽くね、日にち言うてた時ね、ありますけど、もう正式に決定して、明日になりました。ね。6月26日、夕方ぐらいから、開始です。ね。まあ、なぜ夕方ぐらいってなるかというと、言うていいんかな。これもうライブ配信だけじゃないんです、実は。ね。コラボ動画とかを撮って、最後にライブ配信になるんで、ね。何時になるかもうちょっと予想がつかないですよね。だいたい夕方だと思います。夕方ぐらいから始まると思います。ね。いやー、どうなるかもうこれはやばいですよ。ね。ゆうさんと、ね。月下光さんのね、コラボのライブあったじゃないですか。あれは台本とかきっちり用意しちゃってあれですからね。ああいう感じですからね。ね。もうちょっとね、いろいろ機材トラブルがあったりね。まあちょっとグダグダした感じでさ、なんかいろいろありましたけど。ね。でも今回は、台本なしですから。もう何が起こるかわからない。もう本当に。ね。台本用意しちゃって、ああいう風にスムーズにね、ある程度スムーズって言ってあれですけど、スムーズだったかな。まあまあ、ちゃんとしたね、ライブとしてね、話はまとまってますけど、ね。お互い話すこととか決まってたからね。今回のライブに関しては、全くノープランです。ライブ以外のコラボ動画に関してはこういったことやろうかとかいろんな話はしてますけど、ライブに関してはね、何もない。何も用意してないですよね。本当に。もう数と数のね、このぶつかり合いですよ。ね。もしかしたらもうワンチャンもう本当に取っ組み合いになるんじゃないかなと思って。ワンチャンね、こう、スピリチュアルを全く信じない人間と、スピリチュアル側の人間とね、本当に、誰も止める人間がいないからね、もうその場でギャーって取っ組み合いになるかもしれない。もう本当に。ね。恐ろしいことが待ってるかもしれませんよ。ね、まあ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 、実際そんなことはないと思うけど。まあでもね、台本なしの、コラボのライブって初めてだからね。本当に楽しみにしていてください。ね。まあ、とりあえず、そうですね。コラボの動画とか外配信もね、する予定なんですよ。外でね、ちょっとね、ちょっとシャツ破れとんのこれ。ね。外でね、動画撮って。まあ、そういったのもおいおいね、公開していくんで。とりあえず、ライブの日だけ覚えておいてください。明日です。ライブのね、日、明日ですから。6月26日、夕方から、ヨシキンと月下光さんのコラボのライブ、やります。ね。まあ、何もなければね。まあ、外配信で何かトラブルがあってさ、ね。ヨシキンがね、ダウンしたらもしかしたら、ちょっとあれですけども。ね。何が起こるかわからないんで。
外配信の方もね、もうある場所のミステリーツアーみたいな感じでね、ゲスト用意してますからね、ある場所のミステリーツアー的な外配信ね、ゲストをね迎えて、そのゲストの人にその町その町っていうかさ、その町いや町っていうか、まあ一つのね、ある場所のまあいろいろな隠されたミステリーをね、まあ回っていくみたいな。もしそこで何かね、ヨシキンがまあ呪われたり襲われたり何かあればね、ライブがちょっとっていう場合もあるかもしれないですけどね、その場合はね、月下光さんが一人でライブすると思うんで、まあそれくらい外配信もね、もうちょっとね、何があるか分かんないですよね、何があるか分からない、まあ恐怖のミステリーツアー、ね、こちらの動画もねお楽しみに、ということで告知でしたね、バイバーイ。狙われてるよ、ヨシキン。お宅の部屋。